つまんでこうぜ。よしきでございます。はぁ、サムネイルとタイトルを見ていただいた通りです。今回、釣りなしです。これガチ。どんぐらいガチかっていうと、17万6千円です。値段がガチでしょ。釣りじゃないです。これから、顔をいじりに行くんですけど、どこいじるか、まだ言わないです。相方と、まあみんなにどう変わったかっていうのを見てもらおうかなと思ってるんで、どこをやるのかっていうのを楽しみにしていただいて、動画を撮っていきたいと思います。はい。ワンチャン解散かもしれないです。刻んでいこうぜ。施術会場の近くの渋谷に来ました。こっから歩いて徒歩7分みたいなんですけど、ちょっと待って。大丈夫これ本当に怖くなってきた。不安しかないんだけど、この人気のなさとこの裏路地感大丈夫。でもなんかね、まあ、調べると結構ね、大手 YouTuber さん、本当に案件じゃないし許可も取ってないんで名前は出せないんですけど、大手 YouTuber さんが結構行ってるとこなので、まあそれを信じてちょっと行ってきまーす。痛くて涙出てきた。あ、いてぇ。ダッシュで行こうぜ。はい、お家に帰ってきました。まあまあダウンタイム。まあ、ダウンタイムでもこのクオリティなんやっていう感じで、めちゃめちゃいい感じに仕上がったんで、みんなに見てもらおうかなと思います。3、2、1、ドゥーンということで、眉毛ですね、これタトゥーになってます。今ちょっとダウンタイムでゴルゴ13みたいになってますけど、これが1週間かけてもっとより自然な毛になっていくという。今はね、ちょっとインク入れたてなんで、めちゃめちゃ濃くなってる状態です。もっとわかりやすく写真ちょっと出しとくんですけど、ビフォーアフター。めちゃめちゃ凛々しくなったんじゃねえかなと。まあ、タトゥーというよりかは、まあ、ちゃんと話しますと、アートメイクっていうなんか、技術らしくて、タトゥーがね、例えば、ちょっと、タトゥーが、例えば、ここまで彫るとしたら、今日僕がやったのは、まあ、ここまで、インクを入れる。なのでこの状態で約3年間この眉毛の形をキープできるそうです。毛に見えるでしょ、これ毛じゃないからね、タトゥーだからね、超リアルでしょこれ、すごくない？今ね、もう掘りたてだから今めっちゃ眉毛ヒリヒリするんですけど、この濃さが1週間かけて自然な濃さになっていくと。てかそもそも相方は気づくのか、ちょっとやってみたいと思います。顔どう変わったかわかるって今から電話してみたいと思います。電話します。もしもし。うん、ちょっとビデオできますか？ビデオお疲れ様です。お疲れ様です。しゅうさん、なんか俺のこの変わったのわかんないですか？この変わったところ。なんか髪の毛切ってなんかキリッとした感じあるのか。ダメだこれ。あ、ダメダメ。全然ダメだわ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。